ピーちゃんと申します。皆さん、プロスペースやっていますでしょうか？はい、ということで、皆さん、ピーちゃんと申します。プロスペースやっていますでしょうか？ということで、今日は何をやっていきますかというと、大谷くん、即育成してきて、もうすぐ大会で使ってきたので、そちらをどうぞ、チェケラ。ちょっと即極やろうかね。まだ、極めてないんですよ。多分足りると思うけどな、ちょっとね。大丈夫。じゃあちょっと継承しよう。うわ、初継承する大谷君、ちょっと嬉しいな。さあ、大丈夫よね。あぶねえ。特訓後にしてなかった。あぶ。頑張って、ちょっと申し訳ない。はい、終わり。さあ、継承やっちまおうぜ。15555、OK、いきまーす。オーケー、ナイス。1年早かったな。こんな大谷にゲットした感じだな。どんな系の職も普通乗りますよ。ちょっと待って、カリンじゃん。カリンはどうしよう。ちょっともう、やばく。でも、銀さん、ごめん。ごめんなさい、銀さん。大好きだけど、大好きだったけど。大阪さん、ダメよ。はい、オーケー、終わった。九州、沖縄の100位、100位、当たるまで引くべきですか？どうやかな、まあ、自分が行けるんやったら行った方がいいね。要はさ、いや、そこまでお金入れたのにっていうのはあるよね。はい、初ヒットは2点タイムリーヒットでしたね。ちょっと一回集中するわ。これ、大谷君、これ連敗専用に。待って待って、大谷君バッターやったら、これ誰レフト入るん？うわ、やっちまった。久々大谷君使ったら、こげんなことなるやんね。これレフトバースとかなるよ。ちょ待って、レフト誰が入った？おい、レフトバースとかなっとる。終わった。おい、みんな、左上みんなよ。お相手の方。終わった、バース福留さんやったら、多分あれタッチアップできてないっちゃうな。くっそ。やっぱバースで終わった。やっぱバースで終わった。バースで終わった、やっぱり。おい、やらかした、マジで。やっぱバースで終わるんや。やっぱなんかそんな気はしとったけど。本当にバースんとこ飛んで終わる？俺、そんな面白神、わら神様やな、今の。なんとなくそんな気がした。まあ、1点しか取れてない。俺が悪いわ。俺、バースのために点取ってあげようとか言って、結局1点しか取れてなかったけど、もう俺が悪いわ。バースは悪くない。だってさ、バースも思ってなかったよ。急に試合始まってさ、今日レフトがピッチャーするけん、お前レフトねって、急に監督から言われて。レフト守らされてよ、最後自分のとこ飛んできて、後ろに反らして負ける。バースで始まってバースで終わる。 一番バースで始まり、最後バースの守備で終わるっていう、おもろいな。もうね、外コバさんは短い方に貼るわ、俺。さあ、打つよ。
谷がバッターボックスに入ります。ストレート打っていった。でこれからてか有利に試合運べるね。これが初球、打った瞬間確信、完璧。これが同級生対決。でも福岡は基本暑いね。あったかい方やね。いやー大谷くん取ってよかったマジで。やばいね、やっぱ大谷くんだよな。うん、Bちゃんって名前買うよ、ありがとうございます。自分の学生時代のあだ名ですね。うわ、しかもこれ動かんやつやんけ、ストレート。はい、ということでいかがだったでしょうかの前にちょっとすいません、なんかキャプチャーボードがちょっとなんかおかしくて、多分今映ってる画面がちょっと暗くなってるんですけど、ほんと申し訳ないです。なんでかわかんないですね。ちょっとその原因をちょっと調べて、今日の生配信までにちょっと直しておきます。ちょっとこれのせいで今日ちょっと生配信できるかどうかわかんないですけど、まあこの画面でもね、まあ、やれんことはないですけど、ちょっと、直していきます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いや大谷くんもう言うことないですね。もう皆さん知っての通り、やっぱめちゃくちゃ打ちやすいです。はい、もう、自分ほんとトップ3に入るぐらい打ちやすいです。本当にもう大好きで、あとね、もう大谷くん自体っていうか、まあ大谷くんがもうそもそも自分大好きなので、やっぱもう好きな選手使ってリアタイするのが自分好きなので、もう最高です。もう本当に取れてよかった。はい、もう守備はもう DH ですね。はい、もう超広角アーティスト、走塁、もう最強の3つを持ってるって感じですね。今ね、ちょっとリアタイで、走塁が消極的なんじゃないかって言われてる中、走塁という特殊能力を持ってるのはめちゃくちゃアドバンテージ取れますね。これはもう、フェンチョクとかのあたりがね、やっぱツーベースになる、特殊能力ということで、でもう超高価カーチェストも最強ですね。はい、もう言うことないです。はい、ということで、皆さんもぜひ、ゲットした方もう思う存分使い倒しましょう。はい、ということで、また次回の動画生放送でお会いしましょう。お疲れ様でした。おつぴ。